さあそれでですね、じゃあ次にですね、ドラムの部分はどうなってるかということなんですけども、ドラム見てください。ドラムシンケーターこんな感じですね。ステップシンケーターになってて、例えばまあ一番上に今キックがなってるんで、こういう感じでできる。ちょっとですね、よっこれスネアだったらいい。であとこの中は、発砲のような、発砲じゃないような音だったりとかですね。で、これ今、ザップみたいな、ね、音もなんですけど、これも今聞かれて分かるように、これパニングしますよね。で、これもですね、実は、ドラムシーケンサーは、まあ、アドバンスモードみたいなのがあって、ここでピッチを変えることもできるし、これちょっとあれですね、ピッチがね、今。ピッチもまあ、もちろんこういうふうにできる。で、パニングがね、ここでもこういう、まあ、全部例えばこういうふうに。だったら全部 R からしか出ないし、ね、M からしか出ない。でもまあこれそんな、ちょっとこういう感じになってきます。で、ゲートもですね、決められると。まあ、またこの辺の仕様は先ほどのですね、シーケンサーと一緒です。で、ボリュームを打ち込めるという感じなんですね。